始まるよ。どうもみなさんこんにちは、タルワ工場のアンドゥです。今回もゲームを極めたら気になるあのことを近づきになれた件、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。お、来ました。もしもーし、だってうわ、メリーさん的なあれなんだっけ。今あなたの家の前にいるのでしょ。だってもう玄関だもんね。これは怖い。でもなんか強いな、強気な気持ちの持ち主じゃない。なんかもううるせえしか正解なんだ、うるせえでね。やっぱ気持ちって大切なんだな。待って、めちゃくちゃ可愛いじゃん。嘘でしょ、あなたの方がメンタル弱かったの。実はメリーさんなんて怖くないんだ実は。やばい、どうしちゃったじゃないや、泣かしちゃった女の子どうしたかないやサイコパスじゃない、やっぱこのなんかこの主人公たち、自分で怒らせて泣かせてどうしたよくないだろ意味わからんもん。あんなに喋って不正解なことある。どうしたんでいきましょう。結局これだ、なんかチャラい男がよく言う言葉、うをなくすスタイルね。そういう男いっぱいいるから、結局そういう男がモテるってことですよね。皆さんもどうしたじゃなくてどうしたって言った方がいいと思いますよ。あれ違う、うるせえって言われたことで泣いてるんじゃなかったわ、迷子になって泣いてたわ。なんだこれただの可愛い女の子だったんだけど、どうしよう。あなたの家の近くかな、だって。それは分かんないけど、迎えに行くか、あ、迎え4になっちゃったわ。ちょっと待って、迎えに行く、これだ。かっこいい男出してきた急に。さあ来た、いいの。でも知らない女の子だよ、なんで。待って、外は何、土砂降りの雨だったの。そんなびちょびちょになることある。優しくして、だって。優しくして、これはいろんな意味が含まれてる言葉だな。どうしよう、難しい。でもお風呂かな、とりあえずね。寒い体をね、あったかくさせようっていうことでしょ、結論的には。はい、かわいいです。ただただ素敵な恋愛でしたもう何、ついにあれだ、人外ルートに入ってしまったこのゲームどこが好き。いや別にどこも好きじゃないんだけど、今のあなた見てて。まあ胸じゃないですか、おっきいからね。おっきい胸に男は抗えないって言うからね。そういうことよ。顔かな、じゃあ。確かに顔があのなんだっけ、お札で封印されてるから、そのお札を取ってあげるっていう意味での顔ってことでしょ。あなたの顔が気になりますってことね。うわすごい、なんか中国ガールって感じするわ、絵だけでわかる。他はだってやばい、求めてくる。どこだ、いや今度こそ胸だ。顔と胸があの選択肢になかった瞬間、このゲームではないんで絶対間違いないと思うよ。なんだろう、足かな、腰かな、服か。足だな、そしたら足の包帯を取るってことでしょ。やっぱりね、間違いなかったわ。そうだって、あ、包帯取ってるわ、綺麗な白い足を見せつけてきた。正直にだっていいんですか、そんな正直に言ってしまって。じゃあすいません、言わせていただきますね。くそー、来たやめろやめろ、来たとか言うな。なんだその言い方は、まるでこっちがそう言うと思ってましたみたいな。どうする、だって。うわ出た、これもまたなんかいろいろいろんな意味を含んだ言葉だな。好きじゃない、ここで告白ってことだ、言ってやろう。こんなまともなね言葉なわけないんですよ、こういうことでしょう。決まった、俺は男になる時が来たようだ。行きまーす。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。